やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。メロス君と、貢献鉄でございます。ということは今回はチキンは裏切らないシリーズ。以前ですね、鶏もも肉の醤油煮をやらせていただいたんですが、まあなかなか好評だったんですよね。で今回はよりヘルシーに、ももではなくて胸を使ってみたらどうかなと、まあ、だけどもももと胸の違いがあるので、調理法はちょっとガラッと変えて違うアプローチ、より胸に合った調理法でご紹介したいなと思います。鶏胸肉の醤油煮。ではですね、はい、鶏胸肉でございます。これからまあ調理していきたいと思うんですけども、結構以前、鶏胸のチーズ煮をやらせていただいたんですが、そこで詳しい切り方の説明させていただいてるんですね。フリップを持ってぜひそこを見ていただきたいと思うんですけども、なんとなく繊維に沿って3等分にします。鶏胸肉繊維がそれぞれ違いますので、だいたいここ分かるんですよね、こう線が入ってるんで、ここは繊維がこう走ってる、あとはこう走ってるので、この真ん中で切ります。見えます？ここの線、ね、はい、このように繊維に沿って3つに分けてから調理していくと非常に美味しくできますので、まずこの3等分に分けてください。でですね、この3つに分けました胸肉をもうフォークでブツブツこう刺していきます。こんな感じで、これはもう火の通りを均一にするのと味の染み込みを良くするために、特にちょっと分厚いところを気持ち多めに、こんな感じで、ね、ブツブツ刺してください。ごめんなさい、両面ね、こんな感じで両面やってくださいね。でですね、耐熱ボウル、程よい大きさの耐熱ボウル用意してください。ここにニンニク入れまして、まあ、手で潰します。こんな感じでね、まな板の時に潰せばよかったんですけどね、まあ、ニンニク潰します。香りを出しやすくしまして、いつもの通り常備調味料で攻めます。醤油、お酒、みりん、お砂糖、そしてこれちょっとポイント、お酢でちょっとねさっぱりさせながら深みを加えます。でですね、先ほど3つに分けました、ちょっとこう絡めながらですね、胸肉を入れてこのようにしっかりつけます。でですね、まあなんとなくでいいんですけど、ちょっとこの皮を伸ばすような感じでこれを下にします。このようにちょっと伸ばすような感じで、そのがね、仕上がりが非常に綺麗になりますのでね、皮がこうくちゃっとならないように、まあ、大体ちょっと少ない部分もあるんですけど、皮を伸ばして下にしてこのままつけておきます。はい、いい感じで味がこうギュッと染み込んでいってると思います、調味料が。そしてオラップ発動。はい、もうここまでくればどうするかというと、今回の胸肉はレンジ加熱でしっとり仕上げたいと思います。では、はい、ではですね、一旦ここでオープンしまして、これでですね、一度上下返していただきたいんですよ。こういう感じで、こういう感じでね。で、皮がですね、きっちり伸びてないとちょっと見栄えが悪くなりますので、このような感じで、はい、上下返しまして、再度おラップオンで、このまままた加熱してまいります。
はい、いい感じになってると思います。で、まあ、ここでですね、またオープンしまして、まあ、こんな感じですよと。で、いい感じに火が通ってるんですけども、もし心配な方はこう分厚いとことか端を一応ちょっと切ってもらってですね、あの火の通りを確認してもいいと思います。で、胸肉でございますので、この状態ですぐに仕上げるのではなく、このおラップを落とします。落としラップです。これ落としラップにしまして、このままよりちょっと味の染み込みやすくしまして、そして余熱でしっとりと仕上げたいと思います。はい、ではいい感じで粗熱が取れまして、味もキュッと染み込んでると思います。で、ここまで来たらですね、おラップはもうありがとうございましたと。そしてこのあのジッパー付きのポリ袋的なやつに鶏さん入れます、ね、で、あとはこの美味しい漬け汁、イエーイ、アンドニンニク、イエーイ、あー、いい香りで、あとは空気を抜いてうまい具合にちょっと漬けておきます。で、このまま漬けておくとより味が染み込んでしっとり仕上がります。ただボウルの段階でしっかり味は染みてますので、すぐに切って食べていただいても大丈夫。ただこっちの方がより味がしみしみしっとり仕上がりますね。ということで、このままちょっとしばらく置いておきたいと思います。はい、しっかりもう漬かってます。じゃあ食べやすくカットしていきたいと思います。あー、しっとり、非常にしっとりなってますね。こんな感じで上手に仕上がりました。あー、このしっとり感見てください。いい感じです。柔らかく仕上がりました。じゃあ盛り付けましょうか。 OK、 ではお盛り付けの方に、よいしょ、イエーイ、ちょっとこう表情も見せつつね。はい、でこっちの方もいい感じ。そして最後にこのさっきのあのお汁の方は温めてますので、全部入れます。イエーイ、ね、そしてまあ好みでオプションがらし発動させていただきます。ニューイエイ、はい、もういつも通りブラウンイズビューティフォーで活かしていただきます。はい、完成しました。しっとり仕上がる鶏胸肉の醤油煮でございます。おいしそう。それではいただきます。超このシンプルなね、鶏のうまみを味わいたいと思います。とろっとしっとりになってます。なんとまあ繊細なこの胸肉の繊維の奥からキュッとうまみが出てくる。やっぱりこう年齢重ねてくると胸派になってくるんですよね。本当にあの前回の鶏もも肉の醤油煮はもうガツッとフライパンでガツッと仕上げるという感じなんですけど、本当にこの上品な胸肉の美味しさを味わうという鶏胸バージョンもぜひ試していただきたいです。丼とかにしてね、野菜炒めた野菜とかと一緒に丼にしても美味しいと思いますし、お酒のつまみとしても大活躍すると思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。